バウアーが今日本でやってることは歴史的快挙だし、アメリカのメディアがこれを報道しないのは残念。直近12試合で 89.2 回投げて防御率 1.82、 92奪三振。そのうちの全ての試合で最低6回以上投げて、9回が2度、10回が1度。どうでもよすぎる。残念、笑わせるな。これ釣りだろ。なんで人間のクズのこと持ち上げてんだ。同意の上で激しいセックスをするのは別にクズじゃないぞ。多分バウアーがレイピストだから報道しないんじゃないかな。結局無罪だったけどな。A、 起訴されたのはレイプでじゃない。 B、 暴行の件も全ての証言がでっち上げだったと判明して不起訴処分になった。ちゃんと調べてから話せ。歴史的は無理すぎ。今の日本の投手で5本の指にも入ってないぞ。2016大谷と2006松坂の数字見てこい。こんなのは全然歴史的じゃない。バウアーの太鼓持ちすんのやめろ。俺みたいな野球ファンたちはバウアーの話二度と耳に入らない方が嬉しいんじゃないかな。 NPB は AAA と同レベル、そして投手有利の滑りにくいボールを使ってることも忘れないように。マイナーレベルの選手相手に無双してんのか。いいね。日本のプロ野球はこっちでいうクアドルプル A、トリプル A より上だけど、メジャーで継続して活躍するのは厳しいってレベル。もし日本の選手が大谷みたいにスパッと移籍が許されるならみんなそうしてる。大谷と吉田でも NPB 最強打者じゃなかったんだぞ。日本代表はアメリカ代表に勝った。日本シリーズ優勝チームとワールドシリーズ優勝チームで試合したら五分五分だと思う。メッツに必要だ。いりません。ヤンキースにすごく欲しい。結構です。ヤンキースがセベリーノを使い続けてるのにバウアーを取らない意味がわからん。 MLB のチームどこも取ろうとしないのかな。有罪判決は食らわなかったけど人間性が物議を醸すからかな。バウアーはマジで人として最低だけど、来年 MLB にいなかったら驚くわ。一体何をしたら人はここまで嫌われるのか。俺たちは永遠にわからないのかもしれない。